こんばんは、レオです。今回はゆる動画でございます。メイク動画をね、撮っていこうかなと思って、やっとね、左目の怪我していたのがね、治りまして、コンタクトもつけれるようになって、メイクがね、やっと楽しめるようになったので、それをね、記念してというか、最近ね、レオがハマっているメイクをね、見せたいと思います。結構ね、カラフルなメイク好きなんですけれども、最近は何て言うんだろうな、メンズメイクにすごくハマっておりまして、メンズだからといってね、カラーを使わないっていうのはないんだけれども、ちょっとね、心境的に男性的で ございまして、というのね、この話はね、結構、あ、そっか、今年やってないのか。中の人はですね、いわゆる、心の性がですね、流動的なジェンダーフルイドというね、やつなんですよ。で、かつね、パンセクシャルっていうね、恋愛対象がね、人間なら OK っていうね、幅の広いものなんですが、その中の人の心の心境が最近男性的なもので、それでメイクにね、どんどん現れていて、結構カラーとかも線とか点でね、入れることが多くなりまして、それはおいおいやるんですが、最初はね、メンズメイク風の女性用のメイクだけど、これをやると、骨格強調ができるようなメイクになるので、参考になればいいなという感じです。なんかね、参考にしてくださいというよりも、最近レオがね、ハマってるメイクを見てくれよっていうね、感じの動画になっております。では始めるぞ。それではね、ベースメイクからやっていきます。今回ね、やっぱベースが肝になるかなっていうふうに思います。骨格強調という話でいくと、シェーディングとかチークのシェードでね、そこを作っていくわけなんですが、こだわりポイントはそっちなんだけれども、やっぱり、ほんとベースの部分で、リキッドをね、マット、違う、逆か、マットとツヤタイプで、凹凸の表現とか、あとコントロールカラーと、パウダーもちょっとカラータイプでやったり、あとはおさじのね、コンシーラーとハイライトで、男性的にしつつ、でも、やりすぎないような、基盤を作っていく段階でございます。で、商品自体はね、日焼け止めは RMK の UV フェイスプロジェクトアドバンスをね、ずーっと使ってます。もう4本目くらいかな、こちらね。SPF50 プラスで、PA がね、プラス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 、4つプラスになっておりまして、日中用クリームって書いてあるんだけど、すごくね、ちゃんと日焼け止め効果があるんだけれども、日焼け止め特有のね、あ、でも最近減ったよね。ドラッグストアの日焼け止めでも本当白くならないものが増えたし、これに関しては本当のスキンケアのように使えて、そして、ルーセントタイプっていうね、少しピンクがかっていて、日焼け止め効果薄いやつがあるんですが、あれに比べてね、保湿力も高いし、レウは本当にね、こちらをね、ずっと使っております。3,850円なのでね、リピートしやすいんだよね。だからね、探してるっていう人は、ぜひ、こちらの UV フェイスプロジェクトアドバンスと、もう多分ね、レオの動画にしょっちゅう出てるので、この辺にしておきましょう。そして、次使うのが、フーミーのね、コントロールカラーベースパープルですね。今月末にね、パールタイプが出るということですが、今回はね、まだ出てないのと、あとね、やっぱりこのパープルの、パールが入っていないといえども、このね、透明感をね、出していくっていうのを、今からやろうと思います。はい、それではね、塗っていきます。まずパープル塗る場所なんですけれども、だいたい目の下とか、クマができやすいところと、レオの場合は、鼻に行くに従ってすごく毛穴が広がって、もうニキビができやすいので、ここをねパープルで飛ばしていきますが、ちょっとね、最近ちょっと時期的なものもあって、肌がね大荒れで あんまりね、皮膚の映像を見たくないよっていう人は、今回の動画はね、避けていただきたいんですが、さらけ出していくというように、完璧に隠す必要はないんですけれども、結構レオの場合は中の人がね、顔バレしないように結構至近距離で撮影してるので、ちょっとね、そういう映像苦手って人は閉じてください。
はい、ということでね、こうやって赤い肌なんですけれども、パープルを塗ることによって青白くなってね、赤みはね全然こうカバーっていうわけではなくて、ちょっと光でね飛ばしていくような感じ。そしてクマもね飛ばせるので、ややねこのように下地として今回ねパープルを厚めに塗っていきます。まあ厚めに塗っても今回はねファンデーションで結構隠れてしまうので、このぐらいでねやっとくのがいいかな。レオはこうやってちょっとうるっとするような下地がね入ってないと乾燥しやすいので、このようにね入れていきますが、やっぱね赤いポツポツ治んないんだよね。なんでね今回パープルを使ったかっていうと、こうパープルだとこう地肌でもね馴染むぐらいやっぱりこう光を入れてくれるので、そういった点でねパープルを使いました。いつもだったらねこの組み合わせなんだよね、レモングロー、いや違う、イエローグロウとブルーで合わせ技でねいつも肌作りをしていて、こっちがねイエローグロウでブルーも一緒に混ぜちゃうか、こういう感じで、やっぱブルーの方がね少し青白くなるので、こうイエローのねこのコントロールカラーでちょっとイエローみでトーンアップした後にクマとかね飛ばしたいところをねブルーでやるっていうのがレオのね定番の使い方なんですが、今回はねあんまりトーンアップっていうのは目指していなくて、ただこう光が入るぐらいに、部分的にハイライトが入るぐらいの色味にしたかったので、青だとやりすぎるし、イエローだと、まあ、イエロー感が出るので、こう絶妙な組み合わせとしてパープルをね、はい、選んでみました。ちなみにねこちらピンクもあって、ピンクは本当ピンク肌になるような感じです。はい、次はねファンデーション2種類使いでございます。使うのはまずは RMK のねこの間出たラスティングジェルクリーミーファンデーション100番でございます。こちらのフォーミュラは、まあ、マットですね。この間ね比較とかも出してるので、このファンデーションについて詳しく知りたいって人はね前回の動画見ていただきたいんですけれども、ジェルタイプのファンデーションなんですが、仕上がりがねこう透き通る系のマット肌になりますね。やっぱこうカバー力が高いんだけど高すぎない、こうマットの割にちゃんとね肌を呼吸させてくれるような、こう地肌が出るようなマットのカバー力になっていて、これを外側に使います。というのは、まあ、やっぱマットなので反射させたくない部分に塗る。で逆に今度使うのがこっち、セルヴォークのスキンレゾネートリクイドファンデーションの210番でございます。こちらはこういうボールみたいなのがなんか入ってて、振ってツヤタイプなんですよ。こういう美容液が入ってるものになってて、こうちょっとねツヤがかなり出るようなものになっておりますので、これで顔の内側でこうみずみずしさをね出しつつ、こうマットとの比でねこの対比を使ってこうベースのカラーとしてではなくて質感でこう立体感を出すっていうね、はい、行動に出ます。ではやっていこう。まずは顔の外側をこのレシセイドのプニプニブラシフェイスデュオでこうやってね RMK のマットのファンデーションを塗って、あとブラシでぼかしていきます。こういう感じで本当外側、髪の毛が外側だけ塗っていくようなね感じです。これでちょっと骨格をねこうスッと骨格に沿ってね外側に塗っていきます。はい、仕上がりはこんな感じで、内側はまだね毛穴とかが出ててカバーされてないんですけど、外側だけマットで仕上げます。そしたら内側はセルヴォーク使っていきます。ブラシでこうやってね先にポンポンじゃなくてブラシでエアブラシをかけるようにこうふわーっとね入れて、この時にちょっとね頬骨とかを気にしながら塗っていきます。はい、こうやって塗ることによって内側にはツヤが光が集まって、で外側はマットで光りにくくなっているので、こう顔の立体感がね強調されて前に出て
丸顔があんまりね出にくくなります。はい、お次はねパウダーとコンシーラーです。まずコンシーラーはこちらのうさじのねフェイスエフェクターですね。02番、01番がこうナチュラル系のハイライトで、本当はそれとこのコンシーラーでね仕上げるのが一番可愛いかなと思ったんですけど、もう可愛いダメだかっこいいかなと思ったんですが、まあ、今回やっぱりねレオの肌はピンク寄りで、かつこうシーリングをね結構入れますので、ハイライトはね少し青み系のピンクにしてみました。でコンシーラーですが、まあ、本当適度に指にとって、これは本当こう薄め、セルフォークが出してるコンシーラーとかアディクションに近いかな、もう少しオイリーでこう薄膜なね固形のコンシーラーになってます。こうぬめっとしたりね密度が高いってわけではないので、あんまりねこうがっつり隠したいっていう人からすると足りないなっていう感じはあるんですが、まあ、今回光で結構ね飛ばす形にしておりますので、まあこのぐらいでいいかなと思いますが、まあ、本当にねがっつり隠したいっていう人だったらセルフォークのねパレットを選んでみてください。でハイライトですね、こちらも本当女性の時のメイクとか、あと普通のレオのメイクとかだと頬骨を広げるようにこう結構ね丸っこく仕上げると可愛らしさが出るのでやるんですが、まあ、今回もシャープに見せるということで、まあ、こういったねピンクの青み系のカラーを使い合っていても、こうちょっと立体感を出したい、本当に出したいところをこうポイントポイントでね塗っていくっていうのが今日のレシピでございます。そしてパウダーですね、本当ねこれじゃなくてスキンレゾネートだっけ、この間出たセルフォークの新しいプレストパウダー、違うわ、ユニティプレストパレットだね、違うプレストパウダーですね、失礼しました。こちらね、はい、この白いねパウダーを使うべきなんだろうなとかってね思っていたんだけれども、やっぱねこのパウダー使いにくいんだよね。どうしてもこうマットっぽくなるわけでもないんだけど、こう顔がキュッとなってあんまり見た目が綺麗じゃなくて、やっぱりちょっと夏限定のパレットじゃなパウダーではあるんですが、この色付きのパウダーで本当ね粉質が柔らかのねこの方がレオやっぱね好きだしいいと思うんだよね。だから今回ちょっと色付きのパウダーを使ってこう色味を整えていくっていう意味でね、はい、このアイテムを使っていきます。はい、コンシーラーゼノリバー、ほんとここですね。もうレオ日焼けすると本当っていうか、日焼けしなくてもいつもここが一番最初に崩れるので、ここをねしっかりとカバーしていきます。ブラシを使うとね綺麗にいくはいくんだけれども、ほんとがっつり消したい時はねやっぱ指でこういう風にやるのがレオはね一番好きなので、このようにしていきますが、まあ隠しすぎない感じですね。こんな感じ。ハイライトは本当にね目立つとこ、まずは頬骨のここでしょと、もう一回取って眉毛の下、ちょっと目つぶりながらですが、とまぶたの中心と目頭と眉山です。あとはパウダーでスーッとね、はい、ぼかしていきます。本当これはあんま考えずに、外側に向かうようにねふわっと入れていくって感じ。目元もふわっと入れて、眉毛のところに結構ね粉が入るようにして、さっきのハイライトがね内側から光るように入れていきます。はい、お次はねこだわりポイントのやっぱり骨格強調といえばということで、チークとねシェーディングをやっていきます。まずはチークなんですけれども、ここにねスウォッチをねすでにしておりますが、ということはね、まあ、テイク2なんですけれども、アルメ系のねこちらの限定なんですけれども、ローズフレスコっていうね、リニューアルする前のインジニアスパウダーチークスの時の限定色ローズフレスコを使っていきます。まあ新しいやつで似たようなカラーはあるので、こういったカラー探してるっていう人はね RMK にぜひ行ってローズフレスコに似たようなカラーくださいって言えばね出てきますし、レオが使ってる05番でもできると思うんですけれども、やっぱりなんかねローズフレスコ良いのでこれ使わせてください似たようなのはあります。
こういうね、透明感が出るようなキラキラが入っていて、こうブロンシーなね、オレンジ感も出しつつ、でもね、ちゃんとピンク、そしてブラウンも入っているっていうね、面白いカラーなので、こちらでがっつり強調を、骨格のね、強調、頬骨の強調をね、していきます。まあ、シェーディングね、こちら使います。で、シェーディングは結構みんなね、こう骨格強調の時にすぐにやりがちなんですけれども、これでがっつりやってしまうとかなりこう断層感が女性の場合は出てきちゃうというか、コスプレっぽくなるなっていうのを要は感じまして、だからチークの方でがっつりね、こうキュッとね、骨格を強調しつつ、シェーディングで本当やりたいところだけピンポイントでやるっていうのね、戦法を取りたいと思います。で、今回使うのは海外コスメでね、ドバイのフラビューティーでございます。グローウィッシュっていうね、ブロンザーです。01番ライトって一番明るいカラーです。ブロンザーとかシェーディングに関してはなぜか知らないですけど、海外コスメばっかり使ってて、日本のやつはね持ってないんだけど、これがね、なんでずっと使ってるかっていうと、結構ね明るめなんだよね。こう分かんない程度にこう影感を入れてくれる。今手だとほんとチークの方が強調されてるんですけれども、実際もうちょっとね、こうやや影が入る感じなんだよね。こうコーヒーっぽいカラーがちょうど肌の顔の肌の上だと綺麗にねシェーディングされるので、こちらをピンポイントで使います。で、肝になってくるのがこの子ですね。え、どちらっけ、ちっちゃい方か、ホリブか、ちょっと待って、検索かけます。失礼しました。風味愛好家なのにね、忘れちゃいましたが、こっちちっちゃ顔ブラシですね。ホリフカは、硬い方でした。で、この子なんですけれども、これを使って、ピンポイントでね、シェーディングがあるので、場所はね、やりながら説明したいと思います。まずシークは、頬骨があって、ここの下のところに凹みがあるので、そこに沿って、レオは、さっとね、さっとっていうか、ちょっと濃いめにこういう感じで入れていきます。あと位置はね、自分の頬骨の下の沿うところにして、あとはちょっと外広げるって感じ。次、フェイスラインです。まずは耳の下のここのへこみ、ここにね穴があるんですよ。こうへこんでる、わかると思うんですけど、そこにほんのちょっとだけ入れる感じで、入れたらここね、耳と顔の間のところをやって、一番大事なの顎ですね。ここをね、レオ丸いのでここを強調するとすごくねシャープに見えて、かつレオがね、一番男の人に、ね、好きなパーツなので、ここのねくっきりとした輪郭がね好きなので、自分にもね、それをね、含めて入れたいんだよ。だから、ここをね、重点的に入れます。あと最後、顎ね、イカリさんがやってたダブル V の、下の V の方を、こうやって入れると、全体的にね、すっきり見えますね。はい、まぶたはね、こちらの、もうセルフォークでね、一番レオがね、押してるというか、今ずっと使っている、こちらのめちゃくちゃ細い、キャンメイクのね、あのライナーより細いジェルライナーですね。ピントが合わないんですけれども、イラボレートジェルアイライナーの02番っていうね、グレーのシェードでございます。この子がアイメイク主役です。ライナー主役でいきます。こういうね、こうグレーの、ライナーなんですけれども、こう、黒じゃないから、すっごくね、こう、まつげの、地まつげの色にめちゃくちゃ馴染みます。というのも、やっぱちょっと男っぽいメイクで、で、自分のまつげとも相談してほしいんですが、ここでね、レオの目元でマスカラをつけてしまうと、やっぱね、ちょっと女性っぽくなりやすいので、レオは地まつげをそのまま活かしつつ、ライナー引いて、こう、シャープに見せたいので、こう本当黒だとこうやっぱまつげとのね色の対比で馴染まないので、このグレーでね、かつ
まつげとね、なじむというよりも、やっぱ、こう、黒の良いクールさを出しつつ、引き締めすぎないのがグレーのカラーなので、これがね、ちょうど、メンズ風メイクにね、合うので、これを使います。で、アイシャドウとしては別になくてもいいんだけど、やっぱり目元をね、整えるっていう意味で、やっぱね、この子が優秀ですね。バティックのね、セルフォークの10番ですね。このクリームのシェードが、まあ、あんまり色はね、レオの肌の上だとようわからんですが、まあ、整えるにはいいかなってことで。で、このね、白のキラキラも結構主役級になるような綺麗なね、キラキラのね、使いすぎると、やはり女性っぽさ、華やか、ふんわりとした雰囲気をね、出しやすいので、ちょっとヘルシー女子っぽくね、ここをね、よくたくさん使うとなるんですけれども、それをライナーとの兼ね合い、かつさっきね、入れたハイライトとの兼ね合いで調整していく感じですね。はい、まずはね、ライナーだけ引くとこのようになります。まあね、グレーというカラーですが、まあ、ちゃんと黒っぽさを出すことができるので、レオはね、ちょっと目尻を強調しつつ、そして目尻以外はね、まつげの生え際に入れていました。まあ、目開くとね、ライナー引いてる感が出ますけれども、目閉じるとほんと自然なね、ものになっております。まあ、ライナーね、先に引いてからアイシャドウでね、バランスを整えるというような感じで、まあ、before after で、まあ、今回本当アイベースをね、しっかりとしてるわけじゃなくて、ちょっとハイライトでね、立体感を出した後に、ちょっとこうプラム以外のカラーでね、微調整してって、ちょっと二重幅を強調したり、ちょっといろいろしていくっていうようなね、ルックで、本当ね、写真写りは悪いんですが、実物だとね、すごく綺麗に見えます。眉毛はね、超簡単です。使うのはね、カネボウのこの間出てね、カラードシャドウの限定色、インナーアビシュン、あ、違うわ、アンビシュンってことで、はい、こちらですね。もう全部締め色のシャドウで、まあ、これだけ使うと結構かっこいいね、ルックが仕上がるんですけれども、まあ、今回はね、眉毛に使っていきます。本来のレオであればね、こういったカシスカラーとかも入れたりして、こう血色感とか、こう色の操作とか、こう青とかもたまに入れてね、やっていくんですが、まあ、今回目元がね、結構シンプルで、眉毛の方もほんとね、クリアのね、ブラウジェルでね、こちらアルムケイのやつなんですけれども、逆立てるような感じで、ほんとほんのりちょっと濃くしたいだけなので、使うのはね、こちらのブラウンで、フーミーのね、アイブラウブラシを使って、ほんとサッ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 と描いて、こう地のね、毛感毛並み感を強調していくような感じで、で、やり方も少しシャープに見えるように、こう男性的なこう濃さをね、出していきます。はい、ということでね、今回なんかね、色味感がすごくバランスかっていうかね、カメラの調節が難しくて色が変な風になってるんですけれども、まあ眉毛に関してはさっきのフーミーのね、アイブロウブラシでほんとサッサッサッと引く感じ、まあ、ポイントとしては、まあ、レオあんまりね、眉毛のメイクは得意ではないので、本当まあ、濃くしてこうちょっと男らしさを出すっていうね、出たんですけれども、なんかね、カメラ変だよね。クリアのね、アイブラウジェルを塗るとこのようになります。まあ、さっきよりもよりこうツヤ感が出るので、こうしっかり入ってますよ感が出るんですが、本当ね、レオはめちゃくちゃアイブラウをね、描く必要がないくらいね、毛が生えてるので、本当細眉とかあんま入ってない人には参考にならないんですけれども、基本ちょっと逆立てる感じでね、こうぐわっと引き上げていくようなイメージで眉毛やってみました。はい、最後はリップですね。まあ結構カラー系のリップを使うとすごくね、女子っぽくなるので、まあといってもブラウンメイクもね、やっぱかっこいい女子になるんですよ。で、絶妙にジェンダーレスに使えるのではないかっていうのがね、こちらレオがね、大好きなリップボーダーライナーですね、うさじです。こちらの03番っていうね、カラーを使っていきます。これが、まあ、ペンタイプのリップライナーで、
いい感じの色味を出してくれるので、これを入れていくんですが、まあ、リップの部分は本当にね、好きな人を参考にして聞いてください。レオは眉毛の方もそうなんですけども、やっぱ村上虹郎くんが大好きなので、村上虹郎くんの唇っぽくしていきたいと思います。ではね、そのメーカーそうなんだけど、このリップ自体すごく使いやすくて、シアーなリップライナーってねあんまりないんですけれども、お刺しがすごいいい柄を出していて、で使いやすいし、これだけでもリップ一本でね、リップライナーじゃなくて普通のリップとしても使えます。ただまあ落ちやすさはねありますので、めちゃくちゃステイするってわけではないのでね、本当ティントとかに慣れてる人からすると結構フェードアウトしやすいんですけれども、まあ、仕上がり作品としてはねかなりいいのでレオはめちゃくちゃおすすめしているし、親に取られるぐらい、親もねリボンっていうね、レッドのカラーも持ってたんだけど、取られたね、返してもらえないのでそれぐらいね、年代別に構わずね使えるアイテムなので、まあ塗っていこうではないかと。こう見るとね、肌荒れがひどいんですけれども、こうやってねリップ、まずは端の方を伸ばしてね、虹郎くんのねリップっぽくして、そして内側だけ塗ってね、このたらこ唇を軽減させていきます。はい、これでね終わりだね。なんか実物の方が綺麗なんだよな、はい、ということでね、一通りメイクしてみました。まあ参考になるかならないと思うんですけども、まあ最近のレオンのハマってるメイクがね、話せてとても嬉しいです。まあ、最近こういうルーイでやつ作ってなかったので結構疲れたんですけどまあいろんなメイク試していこうと思います。もちろんねカラーのメイクを、まあ、レオは売りなので、カラーね絵の具いっぱい買ってれるので、先に見せちゃおうかな。もう海外でね輸入したんですよ。結構高かったんだけどさ、3000円ぐらいして、これとかね、ハーフマジックビューティーのこのスカイジュースってやつよ、こういうね、はい、本当絵の具みたいなカラーと、あとコントロールカラーもね新しいのが出るし、フーミーが結構ね絵の具系のねものを出してくるので、今月末の方はもっとね楽しい、もう本当ブラウンとかを使わないカラーメイクをやっていこうと思いますが、ちょっとね中の人がね忙しそうなのでもしかしたらこうフーミーすらね買えなかったらどうしようって困ってるぐらい、ちょっとスケジューリングが大変なので、まあでもおいおいカラーはやりますので、ぜひ待っててくれよな。チャンネル登録よろしくな、グッドボタンもよろしくな。以上だ。